ありがとうございます。久しぶりだね。お久しぶりです。うん、いやもういつぶりっすか。でも結構経つよね。もう半年以上経つよね。そうですね。前一番最後が大阪のフェス。そうか、レディオクレイジーが一番最後か。そうですね。じゃあもう去年の年末だね。そうです、去年の年末ですね。元気だった？元気でした。なんとか。はい。まあ結構まあお互い紅白も出たんだ。そうだそうだそうだ。紅白でもあったわ。紅白で最後ですね。そうだそうだ。あの時あったわ。そう。いやー結構まあなんていうんですかね。まあ仕事はたくさんもらいつつ。仕事はたくさんもらいつつ。まあ、頑張って頑張ってって感じですね。うん。もうだんだん仕事の面接みたいになっていく。そう、あ、志望動機。うちで働いてみないかみたいな。怖いんすよ。どんな会社？今日だって一緒にスーツ着るもんだと思ったら T シャツ着てたから、俺なんでスーツ着てんだろう。俺もなんかその今日の交番みたいなマネージャーから送られてきて、うん、あ、今日は私服なんだ。この感じがいいね。この違いがね。ね、いろんな仕事をもらえてるね。いや、まあ、ね、いろいろなんか仕事、まあそのリリースが近かったので、うん、そのコメント撮りだとか、うん、そうだよね。リリースあるとそういう仕事はね、いろんなところにキャンペーン周りが、そうだよね、多いですね。キャンペーンって苦手ではないの？全然。なんか同じこと喋んないといけないとかもあるじゃないですか。はいはい、やっぱりそのリリースの情報的な、そうだよね。とか、あと最低限の情報は同じこと言わなきゃいけないもんね。あとタイトルの意味とか、はいはい、じゃバンド名の由来とか、そういうのって結構もうなんかもう言い飽きてたりするじゃないですか、こっちとしては。まあね、わかるよ。そう、なんかちょっとあ、これ前も言ったなみたいな、はいはいはい、とかあるけど、でもまあそれ以外のところでどうソシドクっぽさ出すかなっていうところで頑張っています。はいはいはい、あのサウシードッグ名前の由来俺知らなかったわ。ここでもう一回聞きたいね。あの、え、全然いいですよ。いいの、はい、あのなんか、うん、スヌーピーっているんですね。はいはい、でサウシードッグって直訳すると、まあ本当はソーシードッグなんですけど、はい、サウシードッグって直訳すると生意気な犬なんですよ。あ、そうなの。そうで、スヌーピーって、うん、アニメの作品の中だとすごい生意気なキャラクターなんですよ。はいはいはい、なんで、まあ、老若男女に愛される、はい、世界中で愛されてるスヌーピーみたいな存在になりたいなみたいな、うんうん、ふうに思って、スヌーピー生意気だから生意気な犬、サウシードッグ。ああ、そういうことなんだ。じゃあスヌーピーが好きなんだ。元メンバーが好きで、はい、そっから名前変えてないって感じです。そう、あ、なんだっけ、ピーナッツとか言うんだよね。あ、そうです、ね、ピーナッツ漫画の名前、はい、なんか結構名言が多いんだよね。名言多いっす ね。なんか俺一つ知ってるのはさ、そのスヌーピーの中での名言で一つ知ってるのは、うん、あの人生を生きるコツが分かったっつって、うん、そこら辺をうろついてみればいいんだよっていうような名言があって、面白い。慣れるまでうろつけばいいんだよみたいな、そういうなんかこう普通っぽいんだけど深いようなセリフが割と散りばめられて、それって結構マジでその人生、うんって感じっすもんね。自分が楽しめるようになるにはっていうことですもんね。うん、ちょっとどつ散歩だよね、だからね、うん。散歩哲学みたいなのってすごいよね。うん、しかも人生を散歩するみたいな感じかもしれないですね。そうだよね。そう言ってみれば。うん、もう詩だよね、そういうの言ったらね、うんうん。歌詞とかもそういう日常的なとこから膨らんでったりするじゃん。そうっすね。酒飲んでる時とかっていうのとか。うん、え、お酒とかもう飲まないじゃないですか。もう俺15年ぐらい飲んでないよ。俺この前禁酒し始めたんですよ。あ、そうなの。そう、え、マジでしちゃって。おお、そう、え、禁酒、摂取じゃなくて。摂取じゃなくて。あ、そうなの。禁酒、まあまあ。お酒好きなのに。お酒大好きなんですよ。昨日も、うん、その、まあ、他の、まあ、マカロニ鉛筆とか、はいはい、カルマとか、うん、リュックと添い寝ご飯のボーカル、そのボーカル4人で集まって、うん、あのご飯行ってたんですけど、うん、3人飲んでて、俺ずっとオールフリーで、おー、オールフリーとかのソフトドリンクで、おー、なんか逆に大人な感じがするね、うん、なんか深夜酔っ払ってないとつまんないわって言われたっす。
酔っ払ってる、うん、あのその人に慣れてると酔っ払ってないことに違和感をすごい感じるみたいね、うん、そうですよね。俺辞めた当初すごい言われたもん。え、それってそれでなんかその飲みたくなったりしなかったんですか。うん、それに屈しちゃいけないなと思って、うん、結構パッて辞められたんですか。そう、だから飲んでた頃の俺には一生会えないんだよとか言いながらの、あ、炭酸水を飲んでた。うまっ、やり手だな。炭酸水好きっすもんね。炭酸水、あのね、うん、やめた時に一番きつかったのは、うん、なんかビールでこう、はい、シュワッとこう仕事終わりの爽快感を得ようっていう感覚がなくなるのがすごい嫌だったんで、うん、それを炭酸水でごまかしたんだけど、うん、割とごまかせた。ノンアルコールビールみたいなのだと違うんですか。いや、ノンアルコールビールでもいいんだけど、うん、最初は炭酸水だったよね。うん、あの俺が辞めた頃ノンアルコールビールがね、うん、そんなに美味しいのがなかったかな、うん、まあ15年前だと。今のノンアルコールビールはうまいよね。うまい、うん、全然いけちゃいますもんね。すごいうまい。だから逆になんかその禁酒してる感が薄れるかもしれないですね。うんうんうん、ぐらい結構美味しいんで。なんかあのノンアルコールビールの中に入ってるホップの成分が、うん、あの安眠を促すとかっていう話で。そうなんだ。寝る前にナイトキャップ代わりにお酒飲むよりも安心して眠れるって言ってる人がいる。うん、まあ、寝る前にノンアルコールビールあんま飲まないかもしれないけど。飲まないけど、でもそういう風なこうリラックス効果があるんだ。あ、でも昨日よく寝れたのそういうことかな。今日朝早くて腑に落ちてる。そう、なるほど。いやでもなんかもう禁酒してやっぱり誘惑はあるじゃないですか、うん、なんかそう後輩とか同期と飲む分には、うん、なんかその飲まなくてもいけるんですよ。そのちょっと大人になれるじゃないですか、はいはいはい、その先輩と飲む時とかはちょっと、うん、なんで飲んでないみたいな言われちゃうもんね。そう、後輩だから、うん、俺とだけ飲もうよとかね、うん、言う人いるんだよね。いる、うん、え、そういう時ってどうしてました。実際、いや、だから一切やめてるっていう風にしないと、うん、俺とだけ飲ん、あの内緒で俺とだけ飲んでくださいっていう人があまりにも多かったんで。あ、多かったんですね。一切やめてるって言わないと無理だった、やめられなかった。あ、うん、摂取してるって感じだと、うん、俺とだけ飲もうやっていう人が、悪いやつが結構いっぱいいたんで。なんでやめてますみたいなのって言うんですか、その理由みたいな。理由、そうだね、もうあのいろんなお酒飲んだし大体のこと分かったからいいかなと、あっていうのと、あとは飲むと友達が増えすぎちゃうっていうことを理由にしたりして、毎日いろんな人といろんな店の飲み歩いて、うん、次の日、うん、あの財布が名刺だらけになってた。あ、毎日。なるほど。なんか20枚ぐらいとかあって、そこに昔は電話番号とか書いてもらったりとかしてるのがあって、うん、次の日昼間その電話番号に、うん、あの電話番号とメールアドレスとメールしたりとか、うん、ショートメール送ったりとか、昨日ありがとうございましたみたいな、失礼はなかったでしょうかみたいなとか昼間ずっとやってたから、だからそんなことやったら本当友達増えすぎちゃったんで、それはそれ楽しいけど、そうっすね、人生コントロールできないじゃん。もう一生分友達できたし、一生分飲んだなっていう感覚に持ってったし、そういう話をすることによってお酒を断ってきた。なんか最近そのお酒をやめて家にいる時間すげえ増えたんですよ。なんかそのお酒の席断ってしまうっていうか、自分飲めないし、なんか飲んでる自分が好きなんだろうなみたいな人もいるじゃないですか。あ、分かる分かる、うん、俺もずっとそう思ってた、やめた時、うん、だからその結構ずっと飲んでた人と会わなくなったりしました。そうだね、やっぱあの そういうになる部分もあったね、うんうん、でなんか家にいる時間がめっちゃ増えたんで。お酒やめると自分の時間を自分のために使えるでしょ。だからお酒飲んでると人との時間はすごく増えるの で交流の時間としていいんだけど、自分の時間を自分で使うって感覚はすごいお酒飲んでないと増えていくのかなと思う。暇になっちゃう。でも暇になってなんか虚無っていうか、うん、家でなんかぼーっとする時間がちょっと増えちゃったっていうか、うん、なんかお酒飲んでたら次の日もなんかあるから、そのここぐらいで終わって帰ってとか、うん、でもそのうわ今日飲みすぎちゃったなみたいな、うん、明日起きれるかなと思っても明日絶対起きるじゃないですか、仕事あったら。で起きてその日はなんていうんですかね、
ちゃんとスケジュールみっちり組んでやってたりとかしたんですけど、お酒を飲まないっていう時間が増えたことによって、さてアニメでも見るかとか言ってなんか見ちゃったりとかするんですよ。そう、そのアニメがもともと好きだったので、なんかその自分の時間をちょっとコントロールできるようにならないとなって思うんですけど、あ、そうか、空いてる時間も楽しいことに使ってそのまま流れていっちゃう気持ちになっちゃうってことね。でもインプットできるってことだからね、アニメ見てるってことはね、インプットはめっちゃしてるんですけど、なんかなんて言うんだろう、空いてる時間、まあ空き時間使えるようになったのはいいのか。いや、いいと思うよ。全然ちょっと、でもお酒飲まなくてもノンアルでも楽しんでもらえる人間になりたいですね。俺のお酒やめた時の目標は飲まずに泥酔だったんだけど、まあ今未だに達成してないけど。いや、してますよ。今だって今だって別に飲んでてもおかしくないですよ。飲んでるぐらいのテンションっていう、そう飲んでるぐらい慣れ慣れしいとかね、そういうのいい、そういうのいいと思うんだよ。でもね、本当はもうなんか俺すげえ後輩気質なんで、多分、先輩にその、まあ、お酒飲んでてもまあ可愛いなみたいな感じで言われる、今言ってもらえるみたいなキャラだったんですけど、いやでも可愛がってもらう方がいいよ絶対、お酒飲んでないと多分とっつきづらい人なんですよ。おえ、そんなこと今飲んでないけど、そんなことないよ。本当ですか。ちょっと、まあ、今はスイッチ入ってるかもしれないスイッチが入ってる。でもなんかお酒飲んでる時、オフの時にスイッチ入れるのってちょっと難しい。そうだね、でもそうだよね、あとお酒飲んでないと気が紛れないっていうこともあったりするのかなと思う。あります、それだけちょっと気がかりかな、なんか他のことがあればいいのかも。例えば、あの気分転換するのに走る人とかもいるだろうし、ね、体を動かすとかで楽器を演奏するとか歌を歌うのとかもそうだろうけど、そういうものをちょっとやっぱ意図的に増やした方がいいかもしれないね。あ、個人練習増えました。あ、それはいいかも。町スタに普通に入って個人練習したりとか、お酒をやめた分だけそういうなんか能動的な動きを増やした方がいいかもしれない、この後も一人で2時間入ったりする。何を練習するの。え、何、そんな上手いのに何を練習するの。いやいやいや歌詞を飛ばさないように。あ、歌詞結構飛ばせんだよね。そう、復唱練習をするっていう。いいよ別に歌詞飛ばしても上手いんだから。いやいや、でもそれ気にしているんだ。気にしますね。なんかあんまり見ないの、カンペとか。カンペないんすよ。あ、ないんだ。あ、プロンプターみたいなのは出してなくて。なるほどなるほど。なんとなく保険で出してる人もいるもんね、いっぱいね。いますね、プロンプターね。でも保険で出してるとそれを見るのに意識がいっちゃうから、それによって飛んじゃう人もいるみたいだし。確かに、そうね。だからスカパラとのなんかその、まあ、スカパラのゲストで呼んでもらった時とかも、なんていうんですかね、俺自分の歌詞でさえ ただでさえ間違えるんですよ、その飛ばしちゃったりするんですけど。分かる、この後スカパラともやらないといけないのかっていうのでめちゃめちゃ緊張しますよ毎回。そうだよね、人の歌詞だもんね。でも面白っちゃやっぱいいっすね。いまだにめっちゃ聴いてくれてる人多いっすよ。あ、そうだよね、むちゃくちゃいい曲だし素晴らしい歌唱だよね。あんなに素晴らしい歌だったら歌詞間違えてもいいよ。いや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 音楽に没頭してるってことだもんだって。っていう思える、曲がすごいいいからよ。いや、いいよね。すごくやっぱ自分もチューバとか買って、マジで買おうと思ってるんですよ。あ、そうなの。もしかしたら今後去年、まあ去年っていうか、まあ、今年っていうか半年ぐらいもうやってなかったじゃないですか、モンシロチョコラボみたいな、もしかしたらね今後出てくるかもしれないんで、そういうフェスみたいな。いや、出る出る出る。だからちょっとチューバをガチで買おうかなって。絶対自分のチューバ持った方がいいよ。だってすごいチューバの音いいもんね。ああ、でもめっちゃ嬉しい。いや、あんないい音だからやっぱ絶対買って自分の楽器練習する時間を増やすのすごいいいと思うよ。
そうだからなんか、うん、こう練習だからそのスカパラの音に合わせる練習もしないとなっていうか、うんうんうん、そのチューバ一個抜けたいとか、うん、なんかちょっと目立ちたがり屋なんです。あ、分かる分かる。あ、ただ混ざるだけじゃなくてってことね。そうそうそう、うん、混ざってさらに存在感があるチューバを吹きたい。めっちゃかっこいいよね。低音で目立てる音色っていうか、うん、そのプレーができるっていうことはなんかムードを支配する感覚になるもんね。そうなんですよ。むちゃいいよね。バリサクもそうそう。じゃあそうそうそう、うん、8月27日、うん、ラブシャ、うん、一緒にできんの？一緒、いやいやいや、一緒の日。あ、ちょっと今前のめりになりすぎたよ俺。同じ日だよね。同じ日なんですよ、うん、ちょっと27もしかしたらそれまでにチューバ買うの？それまでにね届いたらねいいっすけど、どうだろうか。あれ結構納品時間かかりますよ楽器って。そうだよね、今は本当に納品時間か。サックスとかもそうみたいだよ。何ヶ月待ちとか。じゃあ8月27日、マイチューバはねもしかしたら厳しいかもしれないですけど、もしかしたらねコラボできるかもしれないです。できる、やりたいね。いいんすか？いやいや、ぜひ、ぜひ、こちら、やめてください。こちらこそ。そんな頭下げないでください。うちに来ないか。そのぐらいでお願いします。、ね、ラブシャが確か初めてでしたっけ？違う、うん、ラブシャ2回目かな、その谷中さんと挨拶させてもらったの、うん、あ、そうだ、ラブシャが出会いの場だもんね。ラブシャが最初か。そうだよね、多分そうだよね。で、なんか7年ぐらい前だ多分。そう、一番最初に俺が、うん、もう歌とかいいんでチューバで参加させてくださいとか言って。そっからだったよね。 そう、うん、そこで連絡先を交換してもらって、うんうん、で管楽器の話になると夢中になっちゃうよねみたいな LINE、うん、をこ う、 そうだったしたっていうのが結構覚えてます。うん、そう、なんかあの学生時代にチューバをの独奏のなんかコンテストみたいに出たって言ってて。ああ、そうですね、ソロコンで。え、独奏でコンテストってことは相当ちゃんと吹けるんじゃないみたいな話をして。いやでも銀賞でしたよ。いやすごいすごいと思って。だそんな状態で一緒になんかインストの曲でもできたら面白いよねみたいな話から盛り上がったんだよね。そう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 。めちゃめちゃそこで盛り上がって、一番最初はちょっと怖かったんですよ、うん、なんかその会社の、うん、俺会社の人に紹介してもらったじゃないですか。 そうだね、うちの事務所の会社の人に、うん、あの紹介してもらって柳川さんを、うん、で一番最初はそのなんていうんですかね、まあ手よくじゃないですけど、まあ、その人の前だから仲良くしようかなって思ってくれてんのかなって思ってたんですよ最初。いやそんなことないよ。でもその後になんかあのフードコートで、うんうん、ケータリングコーナーでご飯を食べてたらパッて来てくれて、連絡先教えてよって言ってくれたんですよ。出た。そう、写真撮って。やばいやばい。そう、うん、わ、この人いい人だなって思って。すいません、なんかそう、いい人とか上からみたいな。全然上からじゃない。じゃあその時の写真もあるはずだね。じゃあね、あります、うん、あれ、それってなんかインスタに上げたかな。俺上げなかったかな。あ、上げてもらいました。多分2回ぐらい上がってて。そうだよね、ラブシャのやつが最初あのドラムのゆいかと、ゆいかちゃんと俺とで柳中さんと3人で撮りました。あ、インスタ もう一回見直してみよう、その頃、はい、いやめちゃめちゃそうっすね。第一印象どうでした？俺生意気だなとか思いました。第一印象全然思わなかったよ。本当ですか？うん、うん、でもとってもあの普通になんか平常心で接してもらって、うん、こっちは気が楽だった。あ、本当ですか？うん、俺もだからその管楽器の話に夢中になれるぐらい、あ、もう我を忘れられるぐらいすごく自然に接してくれたから、すごいむちゃむちゃ好印象だったよ。ありがとうございます。ラブシャでコラボフード出すらしい。うんうん、お、進めてくれんの？進行してくれんの？俺らもちょっと、はい、コラボフードやろうか。コラボフードですもんね。うん、そうだね、一緒に作った曲があるわけだしね。もうコラボはしてるわけだけど、 そのコラボをきっかけとしたコラボフード。そう、はい、コラボの事情ですね、これが。コラボの事情です。なんか作りましょうよ。
モンシロチョウっぽい、モンシロチョウピザとか、ピザ、うん、ピザ、どんな形がモンシロチョウってことですか。その乗ってるわけじゃないですもんね。あ、それ大変か。大変だね。あ、蝶々の形のピザあったら売れそうだな。売れそう、食べやすそう、うん、なんかグロないですか、そのちょっとグロいか、羽取って食べるみたいな、ちょっとあれだね。形は似てますけど、熱いしね、熱いし、熱いからやっぱり冷たい甘いもんとかにしよう。あ、いいっすね、かき氷とか、かき氷とかアイスとか、アイスとか、うん、アイスの、うん、俺結構バニラアイスめっちゃ好きで。おお、そうなの。なんか、うん、パナップめっちゃ好きなんですよ。あ、パナップ美味しいよね。あのバニラアイスの中に、うん、こうなんていうんですか、ね、入ってる入ってる入ってる、なんちゃらソースみたいなのが入ってる、うん、あれのブドウ味とか、ずっと奥の方が入ってるな。そう、うん、あのおばあちゃん家に絶対にあって、お夏行ったら食べるって言って、うん、チューチュー、あのポッキンアイス、はいはい、チューチューって言うんですけど、はいはい、チューチューとパナップは絶対あって、チューチューね、それがめっちゃ好きなんですよね、うんうん、だからパナップみたいな味にしたい。あ、いいねそれ、うん、めちゃくちゃいいかも。なんかバニラアイスベースで、うん、はいはい、あ、モンシロチョウだから、そう、バニラアイス白くて、バニラアイスベースで、うん、こうスーツの、スーツのピンクと青みたいな、うん、なんかこの組み合わせはもうだんだんパナップに感じてきた。本当だ、うん、パナップ色。これはもうパナップみたいなの、うん、いいねいいね。バニラアイスの上に、うん、ブルーベリーとイチゴのソースが、うん、おお、イチゴも入れるんだ。イチゴ、なんかストロベリーっぽい、桃でもいいですけど、なんかイチゴの方がいいです。うん、いやいい、イチゴでいいよ、うん、超美味しそうだね。美味しそう、うん、そんな感じのコラボフード。そう、それだけでいいか、別にアイスにかかってればいいか、かかってて、うん、上になんか、うん、あれしましょう、なんか乗っけましょう、なんか乗っけようか、なんか乗っけましょう、クッキーみたいな、あのなんか絵描いてるクッキーとかあるじゃないですか。はいはい、絵描けんの。僕絵描けますよ。僕絵描けますよ。え、なんかちょっとあれ借りあったりします、お描けるもの。お、あ、ちゃんと用意されてありがとうございます。ありがとうございます。やばい、なんか描きましょう。じゃあ、うん、モンシロチョウ描いてもらおうかな。モンシロチョウでいいんすか。モンシロチョウまず描いてもらおうかな。ちょっとごめんなさい、ね、大きくモンシロチョウ描いてもらって、そこに、うん、あの後から文字を入れようか。どう。あ、いいっすね、うん、羽の部分とかに入れられるよね、きっとね。じゃあ大きめで描きます。すごい、すごいね。はいはい、お、書き直します。ちょっと今途中から緊張を感じて。大きく書いていいよ、大きく書いていいよ、大きく書きます。いや、まあ無茶振りしてるんだから。いや、全然全然、こういうキャラクターいません。いる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 、なんか、うん、まあ、目、なんか顔みたい、なんか悪猫みたいな。書き直します。うん、ごめんなさい。さらに曲の題名モンシロチョウ使う時調べたら、はい、モンシロチョウって低空飛行なんだよね。うん、そうなんですか。高いとこ飛ばないんだって。アゲハとかは割と木の高さぐらいのところ、周回軌道みたいなのがあって飛ぶらしいんだけど、アゲハ、アゲハ、うん、でもモンシロチョウは基本的にすごく低い、何十センチ、地上から何十センチぐらいのところを飛ぶ蝶々なんだって、うんうん、あ、そうなんだ。そういうなんかだから結構いつも目につくんだなと思って。あ、確かに、うん、モンシロチョウ以外の蝶ってあんまり見ないですよね、うん、大カバマダラとかその辺ぐらいで。ちょっと歩いてて目につくのはやっぱ低空飛行してくれてるからなんだなと思って、ね、うん、ちゃんと人目につくようにいてくれてる。なんか低空飛行っていうのもいいじゃん。いい、うん、矢中さんって結構そういうの調べてから曲作ること多いんですか。あの、ね、あの一応書いてる時に一応調べたりとかする、うん、参照というか、うんうん、おお、キラキラしてる、はいはい、バランスもいい気がする、はいはい、じゃあモンシロチョウ。
こちらです。出来上がりました。あ、これがなんか、まあ、丸なのか四角なのかのプレートにしてもらって刺してください、うん、いいねアイスに、うん、いや27日が楽しみになってきましたね。楽しみだね、うん、このモンシロチョウアイスを作るわけだから、やらないわけいかないね。演奏な、確かにやらなかったらアイスクリームだけ食べて満足してもらうしかないよね。本当っすね。だからお客さんは絶対なんかえってなりますけど、文句出ますよ。えいやでもやりたいっすね。やりたい、うん、久しぶりにチューバも吹いてもらうことになっちゃうけど。いやそうっすよ、練習しないと、うん、でもあの歌ももちろん好きだけどね、石原くんのチューバ好きなんだよ俺。あ、だっす。一緒にやれるの楽しみにしてます。めっちゃそのリハーサルの時とかも言ってくれるから嬉しい。いや音いいんだよ、歌心を感じる本っていいよね。やっぱね、その吹きっぷりっていうのはね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこんな感じで、はい、8月27日、はい、スイートラブシャワーで、はい、このアイスも食べられますね、はい、もしかしたらコラボが見られるかもしれません、はい、どうかな、はい、で会いましょう。はい、会いましょう。バイバイ。